まあ、ついに三強対決がファイターズにも来ましたけど、その三強対決に臨む率直な今のキャプテンの気持ちお聞かせください。はい、昨年度、関西大学さんに、敗戦し、まあ、悔しい結果を、しました。で、今年は2024年度、まあ、ノーリミット、限界を決めず、日本一を目標に、活動する。で、取り組んできた中で、迎える関西大学戦なので、まあ、試合を見てても関西大学さんは強いですし、僕たちが今のままでは勝てない相手なので、しっかりこう自分たちの、日々の取り組みに真摯に向き合って、熱くやっていきたいっていう思いですね。はい。先週立命館に、関西大学が白星に挙げたということなんですけど、キャプテンから見てその関西大学どう見てますか？はい、関西大学さんは近畿大学戦に、まあ、敗戦を喫して、やっぱりこう敗戦を経験したチームは強くなるというように、まあ、僕は思ってるんですけど、やっぱその通りで、やっぱこう自分たちの、改善点であったり、良くしていかないといけない点を、まあ、近畿大学戦で経験されたので、やっぱ強くな、さらに強くなっているなというのはすごい思いました。はい。一方でファイターズのチームの事情ですが、キャプテンから見て今チームの状態いかがですか？はい、前節まではこう自分たちがこう 自分たちのフットボールを、体現するっていうところを掲げてやってきたんですけど、やっぱなかなか、準備不足であったり、やっぱ一人一人のこう覚悟とか、気持ちの、こう作れなさがすごい試合に出てしまっていて、で、まあ、そこを経験してからこう関西大学さんに向けて準備する中で、やっぱもう一度自分たちが弱かったところであったり、自分たちが本当にこう日本一を掲げてやる熱い気持ちをこう持ってやろうっていうのはすごいこうやってきているので、まあ、気持ちもそうですし、チームの中ではこう良くなってきている点はすごいあるのかなっていうのは思います。はい。そんなチームに対してキャプテンからどんな言葉を普段かけられてますか？そうですね、まあ、やっぱファイターズは、まあ、こうの強さというのはやっぱこう準備にあると考えてて、こう準備を徹底的に他のチームとはこう違うレベルでやるからこその強さがあるっていうのはすごい僕たちは考えてて、だからこそこう今までの試合で自分たちのフットボールができなかったところはやっぱ自分たちの準備不足だからこそ、もう一度ここの2週間全身全霊で全員がこう、まあ、準備をしっかりやってやりきる、まあ、その10月26日の結果は誰にも分からないですけど、こう日々の取り組みのが必ず勝ちへのこう可能性が近づくっていうのは考えているので、まあ、そこに対する言葉はすごいかけてますね。はい。関西大学の注意したいところとか、具体的にこの選手注意したいみたいなところがあれば教えてください。はい、そうですね、僕はディフェンスの、メンバーなので、まあ、相手であったら、クォーターバックの須田選手、ワイドレシーバーの溝口選手を、まあ、警戒していて、まあ、溝口選手は、海外も経験して成長してきた姿を、まあ、こう見せてくれているので、すごいこう力をつけて戻ってきたなという感じはしてて、で須田選手に関しては、まあ、僕も同じですけど、やっぱりこうキャプテンとして、プレーとやっぱこう存在というかそこで引っ張っていることがあるので、やっぱこう例年すごいプレーをしてますけど、やっぱ今年は一段とさらにすごいプレーをしてくるのではないかなっていうのは思ってます。はい。そんな結構オフェンスのチーム関西大学に向けて、永井選手キャプテン自身はラインバッカーとしてもそうだと思うんですけど、どんなプレーをこの土曜日見せたいですか？まあ、そうですね、やっぱりこう自分が本当にこう熱い気持ちを持ってこの1年間チームを引っ張るって、決めてるので、やっぱ常に僕はこうチームの先頭に立って、士気を高めて、プレーしますし、やっぱ一人、ラインバッカーの選手としてはやっぱ圧倒的なプレーを、したいと考えています。ありがとうございます。最後に質問かぶるかもしれないですけど、はい、もう、関西大学戦に向けて熱い意気込み、キャプテンから、熱い気持ち聞かせてください。はい、前節まで自分たちの不甲斐ない結果をすごい残してきたので、この2週間は全員が覚悟を持って変わると、準備してきました。なので、まあ、まだ1週間、まあ、約5日ですけどあるので、ここで全身全霊をかけて準備をして、10月26日、関西大学さんを、まあ、全員で、圧倒したいと思っています。